大丈夫とは分からないよ。分からないんだけども、でも今やることやるしかないよねっていうのが、まあ、言えることなんですよね。眼科医の平松です。今日はあなたの病気、まあ、結構悪い状態の方いると思いますが、まあ、大丈夫だよってことについてお話しようと思います。もしあなたが、まあ、例えば緑内障とか、まあ、白内障がすごいひどいとか、網膜の状態がひどいとか、まあ、そういうふうに結構状態が悪いと、こう思うんですね。あの時こうしていればとか、もうちょっと早くに気づいていればとか、すごく後悔すると思います。特にあなたの病気が早めに治療していれば、もっと良かったのに、そして、まあ、それを主治医に、まあ、結構言われたりして、ああ、そっかと、まあ、そういうふうに思っちゃうわけですね。そんな責めるようなことを主治医が言うのかっていうと、まあ、なかなかね、病気として厳しいですよってことを知ってもらいたくて言うんだけど、まだ時にそれが、まあ、患者さんを傷つけてしまうこともあるわけなんですよね。でも、今更、時は戻らないわけです。戻したいなと思うかもしれないけれども。だとすると、やはりそれを思うのはあまりいいことではないのも分かってはいる。分かってはいるけど、やっぱり思っちゃうんですよね。いや、気にしない方がいいよなんて、まあ、家族も言うし、みんな言う。けど、あの時なぁとか、例えば5年前健康診断でちょっと言われて、まあ、その時かかってればなとか、なんかちょっと飛蚊症が出て変だなと思った1ヶ月前、あの時受診していれば、こんな風に変な見え方にはならなかったのにとか、まあ、あると思うんですよ。確かに過去は、まあ、ちょっとそういうことはあったかもしれない。でも、それを悔やんで、やっぱり生きてほしくはないわけなんですよね。ただ、まあ、悔やんだり後悔することはもう仕方がないことなので、まあ、それをなくすっていうのは難しいと思うんですね。実際それをなくせる人ってあんまりいないですよね。言うことはいるんだけど。ってなってくると、やることとしてはシンプルで、他のことに気を向けるっていうのは基本的な考え方になります。つまり、これをやればいいんだとか、あれをやればいいんだとか、私の動画でたくさんお話ししていますね。まあ、メイン緑内障でいろいろお話してますけど、まあ、目の健康にとって一般的にいいことが多いので、まあ、ぜひぜひやっていただければと。そうすると、気づきます。こんなにやってらんないよと。おっしゃる通り。そのぐらい情報をあえて出してるんですね。そうすると、一生懸命取り組んでいただいて、まあ、要は、やることないよって状態は、なくなってくるかなって思うんです。例えば、朝のモーニングルーティーン、夜のナイトルーティーンとか、食事の食べ方、タイミング、何を食べたらいいのとか、バランスはどうしたらいいの、サプリメントは、栄養は、運動はどうしたらいいの、睡眠はどういうふうにとったら、お風呂はどういうふうに入ったらっていうのが、こと細かにあるわけなんです。そんなの守ってらんないよ、おっしゃる通り。つまり 100% これは守れない。けど、できることがあなたには必ずたくさんある。だからこそ、それをもう逐一やっていけば、まあ、それでもね、やっぱり夜とかね、特に寝る前とか、ああ、あの時そうしてればって思っちゃうんだけど、まあ、その確率は減ってくるかなっていうふうに思います。要は、忙しくしてあげると、ちょっとあまり思わないで済むよねって。まあ、よく、四十九日とか、ね、親族が亡くなった時、まあ、お葬式とか、やることいっぱいで大変って。だからこそ、その悲しみを考えないで済む時間が多少出てくるというか、まあそういうところもあるのかなって思います。っていうのが、まあ過去に対する。で、最近やっちゃった失敗っていうのもあるかと思います。気をつけなきゃいけないのにちょっと食べ過ぎてしまった。お酒もちょっとぐらいって思ってたのに、ついつい飲み過ぎてしまった。睡眠もちゃんと取らなきゃいけないのに、まあ、ついつい夜まで動画見ちゃって起きてしまった。こういうふうに、ああ、昨日やっちゃったなとか、場合によっては目薬ちゃんとささなきゃいけないのに、あれ忘れちゃったんじゃないかなとか。大丈夫かなって心配になる人います。例えば、患者さんで、昨日目薬忘れちゃったんですけど、大丈夫ですかって聞かれることがあるんですけど、大丈夫とはわからないよ。わからないんだけども、でも今やることやるしかないよねっていうのが、まあ、言えることなんですよね。私が何度もやっぱり食べ物とか飲み物とか普段ね、毎日の生活であなたの体はできているんですっていう話はしています。これ事実ですね。毎日あなたがこれをしよう、これをしようって言って食べたものがあなたの身になっていく。それは目になっているわけです。だから今日一日やっちゃったことで大丈夫かなって心配になるけど、一日であなたの目は体ができてるわけじゃないんですよ。何日も何日もかけて目、
体っていうのは構成されてきているので、一日失敗したからってそれで捨て鉢にならないんでほしいんです。よくこうもうどうにでもなれ現象って言うんですけども、まあよくダイエットしてる人に多いんですね。ダイエット頑張ってます。まあこうやって食事気をつけてますね。でもついつい何かの拍子で食べてしまった。それはなんかテレビで甘いものを見たのかもしれない。棚にある甘いものをたまたま発見したのかもしれない。美味しいラーメンが気になったのかもしれない。ちょっとふとした拍子。そしてダイエットしてない頃にすればそれでもそんなに食べてる方じゃないんだよ。なんだけどつい食べてしまった。そしたら今までかなりカロリーとかいろんなことを気にしてたのに、もうこんなになっちゃったらもうどうでもあれ、もうどうでもいいやってなっちゃって、逆に悪い方向に行っちゃう人いるんですね。というふうに結構これもうどうにもなる現象って結構あって、まあ目薬とか忘れちゃったからもういいやって言ってしなくとか、そういう人いるんですけど、まあちょっともうどうにでもなれっていうふうには思わないで、一失敗していいですとはちょっと言えないんだけど、一失敗したのはもうしょうがない。それはそれでもう一回もう失敗です。ね。それでもう置いときましょう。で、次に行って、新しく失敗しないようにっていう風にする。それでもやっぱりね、人間だから、そんな機械じゃないです。失敗します。特に、まあ、例えばさ、一番最初に話したように、あの時かかってればっていう方の場合、やっぱり心配になっちゃうんですよね。ちょっと違う症状が出てきたら、毎回不安になっちゃったりして。で、眼科に毎回行ったりして、こんなんで来なくていいよとかって言われたりして、で、もっと行きづらくなっちゃったりしてとか、まあそういう循環が起きる人もいるんですよ。なので、心配しすぎるのも良くないんだけど、まあ、そうやってね、来るなよっていうね、医者もちょっとそもそもどうなのかと思うんで、心配な時はやっぱかかってくださっていいんです。ただ、結局は、そういうふうに、まあ病気っていうのは、やっぱ心配して、まあ一回あの時、ああしてればなって、過去を悔やむこと、まあ、絶対皆さんあると思うんですよ。まあ、ね、そこまでじゃなくても。で、まあよく言うのは、未来にを心配する。このままだったら将来どうなっちゃうんだろうと。まあただ、まあ、過去も未来も変えられないので、まあ、今だけの変えることができるので、まあちょっとそれをやりましょうっていうのはちょっと理解していただけるといいかなと思います。周りの人はね、私はあの時ほっとっちゃったけど、周りの人ってきっとちゃんとしてるんだろうって思ってるかもしれないです。でも、意外とそうでもないです。うん、周りの人も結構目薬忘れちゃったりだとか、暴飲暴食ついついしちゃったりだとか、はたまたもっと早くかかんなきゃいけないのにかかんない人ってザラにいるんですよ。多分この動画を見てる人でも、実は私は早めにこうしなきゃいけないのに行かなかったんですとか、ついついこういうことしちゃったんですって人いると思います。ぜひそういう方はぜひコメント欄に書いてくださって、他の人とちょっと気持ちを共有していただけると、ああ私も失敗しちゃったけど、こういうふうに同じように失敗する人もいるんだなって思うと、ちょっと気持ちが楽になるので、ぜひぜひ考えていただければと思います。今日は、ま、過去のね、失敗とか過ち、あると思うけど、ま、気にしないでね、できることをやりましょうってお話をしました。例えば、そもそも、早くかかんなきゃいけなかったのにかかんなくて、末期になっちゃった、悪かった、あるかもしれないと。なんだけど、あなただけじゃないです。他にもそういう人いますと。食べ過ぎ、飲み過ぎ、睡眠不足、ね。やっちゃいけないのは分かってるけど、ついつい、あるポイントでやっちゃった。でも、一日、なんかやっちゃったからって、それで全部悪くはなりません。そこで、ちょっとずつ元に戻していけばいいんです。まあよく、食べ過ぎちゃったから、次の日はちょっと減らして、どうにか帳尻合わせをみたいに無理にする人いるんですけど、もういいです。一日、食べ過ぎちゃったのはもう忘れて、次の日から今まで通りぐらい頑張っていただくっていうんで、いいかなって思いますね。なので、何よりも、もうどうにでもなれ現象にはならないように気をつけていただければと思います。まあ、こんな感じで、あなたは大丈夫ですよって動画、もう他にも出してますし、はたまた、まあ、各病気、食事、まあ、いろんな情報を出してます。見逃しちゃう人の場合は、メールマガジンっていうのが概要欄にありますんで、ぜひそっちを登録していただけると見逃しにくいので、よろしくお願いします。